アミノグリコシド系抗生物質とは、抗生物質の区分で、アミノ糖を含む、配糖体抗生物質の総称である。アミノ配糖体、アミノグリコシド系抗生物質とも言われる。最初に発見された、アミノグリコシド系抗生物質はストレプトマイシンで、あり、1944年に、セルマンワクスマンによって、ストレプトマイセス SPP より発見された。 その後、適用菌種の拡大と抗菌活性の増大を目的にして、フラジオマイシン、カナマイシンなどの放線菌などの微生物が産生する抗生物質が発見され、それらを出発物質として反合成されているものがある。ストリプトマイシン自身は、黄色ブドウ球菌などを代表とするグラム陽性菌、大腸菌などを代表とするグラム陰性菌、 抗酸菌に対して強い抗菌活性を持つ。性質としては塩基性、可用性である。酸素依存性に細胞膜から細菌細胞内へ輸送され、新生細菌のリボソームに作用してタンパク質合成を阻害する。抗菌力が強いため、殺菌的で、なおかつ抗菌スペクトルが広い。欠点としては内耳神経や腎臓への強い毒性。 嫌気環境では作用しない、体制獲得、内服不可能などが挙げられる。また、神経遮断作用があるため、重症筋無力症の患者には近忌である。体制獲得の機構として、不活化酵素を産生する遺伝子を持っている、リボソーム構造の変化によって、ストレプトマイシンが反応できない、などのことが考えられる。大部分が、腎臓から未変化体で排泄されるため、 人機能による投与設計が必要であり、血中濃度を測定しながら、毒性に注意して投与しなくてはいけない。アミノグリコシドは、因菌によって使い分けることが多い。ありがとうございます。